どうも、今回もよろしくお願いします。なんやなんやと思う人がおると思うんですけども、今回はこの、簡単に言ったら懐中電灯、フラッシュライトとかタクティカルライトっていうものみたいなんですけど、 TN12 Pro っていう最強のライトを手に入れたので、暗闇でのこのハスケコーバーを探検してみたいと思いますので、皆様お付き合いの方よろしくお願いいたします。うわ、真っ暗やん。とりあえず最大出力いってみようか。いや、明るい。これちょっと明かりがでかすぎて伝わらん。何やった？ここビーム出てるやん。ホコリめっちゃ飛んでるやん。でまあちょっとね、説明書見るとこの状態やとあんまりにも明るすぎて、ちょっとこの懐中電灯がすぐ熱くなるので出力落とします。いいよ。はい、これが一番弱いやつ。これが中、これがまあ明るいやつ。これぐらいの明るさでやっていきましょうか。まあ入り口入りまして、まずはいつもご覧になっていただいている通り、円筒石ですね。白いものが2台と黒いものが2台あります。でまあその黒同士白同士は全く同じ石です。でどういう使い分けをしてるかっていうと、番手はだいたい同じぐらいの100番ぐらいなんですけど、白い砥石の方がまあちょっと粒が粗いというか、で黒の方が若干細かいので、こっちの方が だいたい包丁に先当てて、で最後仕上げとか細かい作業をするときに黒の砥石を使います。あとまあ白の砥石の方が軟鉄がよく、そう、霞の包丁の場合ですね、白の砥石の方が軟鉄がよく研げて、黒の砥石は鋼がよく研げるっていう特性があります。あ、これ研ぎ棒ですね。ちなみにこれは柳刃の着衣寸の裏を研ぐ研ぎ棒です。でここら辺にあるのは、白二孔の柳刃九寸かな。ちょっと見にくいですけど、白一水本焼きの牛刀ですね。こんなものが使ってたりします。でまあこっちにはおびただしい数の研ぎ棒があります。研ぎ棒はだいたい1本の包丁を研ぎ上げるのに4本の研ぎ棒を使うので、それが和包丁の種類、出刃、薄刃、柳、切りがないぐらいあるので、こういうおびただしい量の研ぎ棒が備わっております。円筒石が終わった後に使うのはこちら平前砥石ですね。砥石が横に回るんで結構その包丁の杭が少ないというか、細かい作業ができるんです。包丁のムラ取りに使います。研いで洗ってつけるってね。はい、バフですね。砥石が終わったものを磨いていく混合砂って呼ばれる研磨剤がありまして、それをまあ、バフ、布でできたホイールに巻きつけております。でこっちはさらに細かい糸バフと呼ばれるものですね、仕上げに使います。はい、でレース台が2台、まあ、4箇所で当てることができます。こっちにバフ当て中の本焼きがありますね。ここもよく見てもらってると思います。この木が回ってバフで磨いたものを化粧するって感じですね。木止めを通すことで包丁の高級感が増す。で仕上げは霞仕上げやったり木戸仕上げをしたり、でこっちで最後の小刃付け裏押しって感じですね。上にはいろいろものがありまして、混合砂であったり、その霞仕上げの時に使うゴムというか、あとは、その木戸仕上げの時に使う木とか、これは混合砂混合車っていうふうなことですね。あとはまあゴム板、なんかいろんな研ぎ棒の補修とかですか、ゴム板、ゴム板ですね。まあそんな感じでしょうかですね。あ、やばっ、なんだこれは、なんて幻想的なんだなんて絵力だ。はい、防水なんで全然大丈夫ですね。はい、で気を取り直してこっちが、霞仕上げや小刃付け裏押し終わった包丁が
こちらで防錆剤を塗ったりして仕上げる部屋になっております。ちょうどここにはさっきあげたばかりのフグ引きと、まあ、墨流しの柳葉で、まあ、左の江戸先、うなぎ包丁ですね、江戸先という包丁が並んでおります。以上。